台湾潜水艦建造計画は急ピッチに進んでいます。欧州からも支援をするとの発表もあり、一隻目の完成もすぐでしょう。オーストラリアは全くですけど、今回、朝香がお伝えします。これだけ動きが早いと、中国も台湾潜水艦対策が必要になりますね。静粛性や機動性も中国より上ですからね。台湾国防部が台湾が現在進めている潜水艦新規建造計画に対して複数の欧州主要国からの支援があると発表し、新潜水艦建造計画について米国以外の国からも支援があることを2021年4月2日に表明した。なお、台湾国防部は今回の発表に加えて2019年に報じられていた北朝鮮が台湾に小型潜水艦製造の関連技術の輸出を打診したが協議が成立しなかったとの噂については、そのような事実はないとして否定した。今回の台湾国防部の潜水艦新規造計画についての発表は異例のことで、米国だけでなく欧州も支援していることを中国に対してアピールする狙いがあるとされている。台湾の潜水艦建造計画は、8隻の通常型潜水艦を国産で建造するもので、2019年4月に日本人技師の設計による建造用工場を新設し、潜水艦の設計をジブラルタルにある軍事コンサルティング会社ガブロン・リミテッドに委託、その他装備については欧米の企業15社と仮契約を結んでいた。2021年3月には、米国からの潜望鏡の技術輸入が可能になったことが発表され、これまでに米国から輸出許可を獲得した国防部から発表されている。戦闘システム、デジタルソナー、水中音波探知機システムなどと、合わせて潜水艦の建造に必要な技術が全て導入可能になったとしている。台湾初の国産潜水艦は、台湾国際造船 CSBC が8隻の建造を受注していて、2020年11月に台湾南部の高雄で建造が始まっており、2024年には進水2025年に収益の予定であるのだが、新型コロナ禍によって海外技術者の台湾入国に影響が出た場合には若干の遅れが出る可能性があるとされている。この8隻の潜水艦の建造費用は、現在建造中の1号艦が約500億台湾元、約1800億円であるが、CSBC への支払いが86億台湾元であるのに対して、諸外国から購入する装備やシステムに400億台湾元が充てられるという。ただし、8隻トータルの建造費としては、工場建設費や工作機械などの購入費用がかからなくなるために、8番艦は250億台湾元程度まで下がると見込まれている。台湾海軍が現在保有している潜水艦は4隻で、2隻は1980年代にオランダで建造された海竜級潜水艦で、海竜、海虎と名付けられ、寒冷30年を過ぎた現在でも台湾海軍の虎の子潜水艦であるのだが、さすがに性能的に
時代遅れの感があることは否めない。この海琉球潜水艦は当初6隻を購入する予定であったが受注した。オランダへ中国から強烈な外交圧力がかかったために2隻しか建造されていない。またの他の2隻海士、アザラシはどちらも米国製で第二次大戦中に建造されたもので寒冷70年を超過しており、現在も現役として運用されてはいるものの、老朽化による艦体の歪みなどが発生していて水深 20m までしか潜れないなどの噂もあり、戦力としてどこまで頼りになるか懸念されている代物である。そのため台湾はこの4隻に代わる潜水艦を調達しようと海外に働きかけていたが、中国からの容赦のない圧力によって欧米のいずれの国からもいい返事が得られなかった。米国がブッシュ政権だった頃に8隻を購入する話が出たものの、立ち消えとなるなどしている中で、台湾海軍からの強い提言によって国内での潜水艦新造計画が始動したのであった。このところ台湾の防空識別圏への侵入を繰り返している中国は、現在空母遼寧を中心とする艦隊を台湾近海に派遣して演習を行うなどの活動を続けている中、米軍のインド太平洋方面司令官が6年以内に中国は台湾に武力侵攻すると述べたことが伝わるなど、台湾をめぐる情勢は不穏だ。中国とのどうにもならない戦力差を埋めるには米国をはじめとする諸外国の援助が不可欠であるが、台湾独自で対抗できる手段として最も有効なのは潜水艦の増強であろう。中国人民解放軍が退去して狭い台湾海峡を渡ってくるのに際して、各所に潜水艦を潜ませておけば強烈な先制攻撃が可能となる。着艇して潜む潜水艦を探知することは難しく、中国としては台湾の潜水艦を排除してからでなくては上陸用の兵員輸送ができず、海峡への潜水艦配備は台湾が施しうる最高の抑止力と言えよう。しかし新規建造計画にあるに500から3000トン級の潜水艦を建造した。経験のない台湾の造船業界にその能力があるかどうかは未知数であり、計画通りに8隻を揃えることができるのは2030年以降になるのではないかとの見方もある。現在建造中の1番艦にしても順調に進んだとして、あと4年は必要な現状で、台湾は現有の旧式潜水艦4隻とハープーンなどの対艦ミサイル、海峡を封鎖する機雷、あるいは特殊潜航艇などで対抗しなければならず、どうしても米国の軍事的サポートが必要不可欠であろう。その米国は2月に南シナ海に空母セオドア・ルーズベルトとニミッツの2個空母打撃群を派遣して合同演習を実施。演習前にはバイデン政権で初めての航行の自由作戦を展開して中国が猛反発している。南シナ海に空母打撃群を2個派遣するのは2020年7月以来で、4月現在セオドア・ルーズベルトは通常の作戦展開で南シナ海に止まっているが、中国空母「
遼寧の動きを警戒しつつ、牽制しているものと思われる。2021年4月現在、中国人民解放軍は台湾侵攻の準備をほぼ終えていると想定されていて、米国の出方次第では直ちに開始できる状態にあると思われる一方で、2022年に予定されている北京冬季オリンピックまでは控えるとの見方がある。過去にはロシアが2014年のソチオリンピック終了直後にクリミアに侵攻したが、中国もそれに倣って台湾に侵攻する可能性が高いと言われているのだ。しかし、今年に入って、米国は中国のウイグル弾圧がジェノサイド、虐殺であると非難を強めており、ヨーロッパ諸国も含めて北京五輪をボイコットする可能性が出てきていて、もし北京五輪ボイコットが現実のものとなった場合、中国は躊躇なく台湾に侵攻するとみられている。果たして米中が直接衝突することになるのか、予断を許さない状況の中、日本も腹をくくる必要があろう。憲法9条の縛りがある以上は、米国、台湾側に立って表立っての参戦は不可能な現状であるが、水面下での台湾援助を検討しておく必要があるだろう。中国が台湾に侵攻する際に、陽動作戦的に尖閣諸島で何らかの行動を起こすであろうことは十分に考えられ、その際、米軍は台湾への援助で手一杯になり、助けを期待できないのだ。自衛隊単独で尖閣諸島を守る事態をしっかり想定しておくべきであろう。また、台湾に対しては、文字通り水面下の援助として優秀な潜水艦隊を台湾近海に極秘裏に派遣し、中国海軍艦艇への攻撃などを行うことなども想定しておくべきかもしれ。